第一家庭電機、第一家庭電機株式会社。第一家庭電機は、かつて存在した、日本の家電量販店チェーン。本社は、東京都新宿区新宿6丁目23番15号に、あった。略称、及び屋号は、第一家電。愛知県豊田市にある同名の電気店、東芝系列や、広島市に拠点を置いていた、第一産業、後の第一でおでお、 現在のエディオンとは無関係である。第一家電のルーツは戦後に永長左京が千代田区神田と山町の地に創業したラジオのゲップ販売店、鈴屋に遡る。当初は外交販売を行っていた鈴屋は後にラジオリンクストアの名でボラタリーチェーン化して販売網を広げていき、その後東京芝浦電機と提携することで、鈴屋は発展的に解散し、 東京家庭電機株式会社へと移行、ラジオリンクストアも、マツダリンクストア解消した。しかし、次第に店舗の投資場系列職が濃くなっていったことに違和感を覚えた栄長は、一部の鈴谷時代からの社員と共に独立。あらゆる家庭電機製品を売ることを第一に、第一に、皆様の家庭にご支するといった意味を込め、 第一家庭電気株式会社が1958年10月23日に設立された。当初は鈴屋時代からの拠点の一つであった新橋に店舗と本社を構え、翌年には秋葉原、川崎、新宿と立て続けに出店。1962年に三鷹店を開店して、以降は郊外出店を進めていった。1971年には、 家電量販店業界では初となる株式上場を達成するなど1970年代にかけて第一家電は国内最大手の家電量販店としてその名を知られた。また同時期にはレコードレーベル各社との共同企画で数多くのオーディオマニア向けのレコードを制作したことでも知られる。1977年に第一産業。 後のエディオンに家電量販店主の座を譲るも、1985年からは事業拡大のために社債を発行して、バブル期の新規店舗の出店や設備投資などに充て、最盛期には直営、FC 合わせて200店舗を数えるまでに拡大を続けた。しかし、第1家電の店舗は都市部の駅前商店街に立地する中小規模の店舗が多数を占めていたため、 1980年代から進んでいた家電量販店の大型化、公害化に乗り遅れ、高コスト体質がたたり競争力が低下。結果、売上は1991年の907億4200万円をピークに加工局面に入る。1992年に赤字に転落して以降、店舗のスクラップビルドや異業態への転換、人員削減などで、 経営の立て直しを図るも、事業多角化は失敗続きで、種類販売を除き1997年までに撤退、さらに消費税率引上げによる消費の落ち込みやパソコン販売への出遅れなどが響いた。そうした状況下で、バブル期に発行した社債の償還のために、銀行借り入れが膨れ上がっていき、2000年には債務超過に陥る。 2001年2月期の売上は275億9797 97万円で、再生期の3分の1近くにまで落ち込んだ。2001年10月には同じく経営難にあった、相互電気、2002年2月12日に、民事再生手続きを申請ゲオの地域市会社、ゲオイエスを経て、現在はゲオに、合併と共に、ドンキホーテと、資本、業務費下げを行い、2店舗をドン。 企法手の小型店、ピカソに転換したものの、効果は限定的であった。2002年4月16日、第一家電は民事再生手続きを申請し経営破綻した。当初は先に破綻した総合電機と同じくゲオが再建の支援を検討したが、店舗の狭さや中古販売のノウハウがないことなど利な点があったため、断念。結局、ツタヤを運営する。 カルチュアコンビニエンスクラブ株式会社 CCC が再建の支援をすることとなり、同年5月15日に両社は営業上等合意。CCC の子会社株式会社関東ツタヤが店舗営業権を得て41店舗のうち19店舗はツタヤとブックオフに業務転換した。2003年8月12日に再生手続きは終結したが、 それから間もない同年11月26日に自己破産。費用不足のため2004年3月12日に破産廃止、法人格消滅。一部のフランチャイズ店舗はベスト電機の営業支援策として同社のフランチャイズ店舗に移行し、2016年現在でも一部店舗が営業しているものの閉店する店舗が相次いでいる。映画、鬼畜のクレジットタイトルに 第一家庭電気川越第二号という黄色い看板が映る。民家を改造したようなごく小さな店舗であり、ロゴも後年とは違い、DK というものである。なお、同社の創立20周年記念アルバムには、当時の川越第二号店の住所として、川越市幸町長5の4との記載がある。CM などで使われたキャッチフレーズは、いいものを、いいサービスで、第一家電。 小役時代の持田香里が出演していた CM もあった。他の CM にオーケストラが公共曲第5番の演奏を始めたところ、指揮者手塚幸則が第5じゃない、第1ですと制止し、公共曲第1番の演奏を開始するというものもあり、題名のない音楽界でパロディされたこともあった。この時の指揮者は岩木博之。関東地方では、 月曜日から土曜日までの午後6時50分から午後7時の間にテレビ朝日で放送されていたドラえもん等の藤子藤尾作品アニメ帯番組のスポンサーであり当時の定年齢層に持ち名度が高かった他にももう一度笑ってる場合ですよ笑っていいとも増刊号初期共にフジテレビクイズマガジンはーやっこですテレビ日さらに 全日本プロレス中継、日本テレビのスポンサーでもあった。ラジオでは1970年代に、FM 東京で放送されていた、ミュージックスペシャルイン DAC、DJ、糸井五郎のスポンサーであった。さらに1980年代当時、金ちゃんのどこまでやるのの、いつものアナウンサー役で知られる、北野英二が出演する、第一家庭電気クレジットショッピングが、 在京各局で頻繁に放送されていい、前述の提供テレビ番組における CM は、ほぼすべてがこのクレジットショッピングであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。